はい、こちらこちら。なんだね。脱退組は番組出演しても編集でカットされるグループといえばキンプリだね。そんなキンプリで複数人プレイが好きなメンバーは、わからない。そんなメンバーいるの？いるや。誰？実際にそのメンバーは 3P しているしね。メンバー同士でってこと？そうだよ。平野と高橋なのよ。そうなの？その2人と複数人プレイをした女性がやばいんだよ。ほう。ジャニーズオタクの間では有名なんだけどさ。写真週刊誌にも撮られているからな。そのプレイを？違うよ。別のグループのメンバーとデートしてんのだよ。半端ないね。平成ジャンプの伊能圭がコロナ期間中に深夜デートを取られただろ。その女性だよ。なんでジャニーズばかりを狙うの？罠を仕掛けると簡単にかかってくれるからなんだって。